地下街を歩いてまあ被災した場合は一連これは地,あの地震の場合を想定してお話ししていますけれどもまず慌てずにカバンなどで頭を守り揺れが収まるのを待ちましょうとえ。カバンなどで頭を守るっていうのはいろんなところ出てきます。まあ、持ってない場合はしょうがないですけれどもでも例えばコートを着ている上着を着ているといったら頭を保護する。 とにかく落下物があった場合に頭に当たったら、まあ、致命的なというかあの結構あの、まあ、重症になることというか頭っていうのはやっぱり保護しなきゃいけない部分ですからそういう意味ではあのなるべくどこ体のどこを守るといったら頭を守るという意識を持っていただきたいと思います。で、えー、揺れてる場合はとにかく揺れが収まるのを待つしかないですね地震の場合には。<laughs> で、えーまあ、揺れが収まりましたといったときに。 停電になっても非常,あの非常照明がつくまではむやみに動かないようにしましょうと、まあ、暗くなっている、まあ、仮に暗くなった場合には明かりがつくまで動かないそれから地下街では6 0メートルごとに非常口が設置されていますけれども非常口に殺到すると将棋倒しなどに巻き込まれます、えー、他の,あのビルなんかでもそうですけど出口があるとったらわーっとそこに殺到して要するに集団心理で動いてしまうと非常に危険な場合がありますのでまずは落ち着くということですね 地下街の場合にはまあそう誘導する人はいういデ,デパートとかビルとかあるいはスーパーとかであれば訓練されたガードマンさんたちがいてある程度誘導はできると思うんですけど地下街の場合にそうはいきませんのでやっぱり自己判断でパニックにならないようにあの冷静に行動する必要があります。だから火災が発生しなければ地下街というのは比較的安全です、えーまあ どっかで冷却パイプとか,なんか水道が破裂とかって水浸しになるとかってまっても、まあ、あの地下街丸々水で埋まることはないですから、えー、比較的安全だと言えるでしょう、まあ、火災が発生した場合には煙を吸い込まないように炎というより煙が出ますのでハンカチなどで口を塞いで低い姿勢で低い姿勢で避難しましょうで非常照明が点灯しない場合でもあの何があるかわからない見えないわけですからとにかく姿勢は低く それからあの壁自体に、迷路を歩くようなもんですね、壁自体に手で触りながら、ゆっくり移動していけば、どこかで出口なり、何かにあの行き当たりますので、えー、そういったこともあの知恵として持っていただければと思います。えー、あの花粉症とか、それから冬になると防寒用にマスクされる方もいますので、 12、えー、点予備でカバンに入れておくとこういう時にもあのマスクというのはハンカチなんで口を塞ぐというのはマスクも使えますので役に立つと思います。